こんにちは、私の名前は柳川佳代と言います。私がどうしてイエス様に導かれてクリスチャンになったかっていう証を今からしていきたいと思います。また緊張してしまって話が飛び飛びになってしまうかもしれませんが、私は2020年のこのコロナ禍から私が知り合い今まで知り合いたかったって思ってた人がガッと集まったっていうか、その時に今までずっと知り合いたかったのに知り合わなかった人たちが、そのいわゆるニューエイジとかスピリチュアルとかいう人たちと知り合って、でその時私喜んでたんですけど、ああなんかすごいなって、私はイエス様に出会ってから気がついたことなんですけど、やっぱり罪、人間は罪を犯して、でイエス様が一番嫌いなこととかを私はしてたんです。10回の中にある簡易の罪とか偶像拝むな、偶像礼拝っていう偶像崇拝も私はしてたので、ずっと、10年以上17年かずっとしてたので、で、なんでしてたかって言ったら、毎日その布教をあげたり信号をあげたりそういうのをしないといけない状況だったんです。自分につきものがついているっていう、その今は悪霊って思ってますけど、その悪霊をの出し入れっていうのかな、入ってきたとか出ていったっていう感覚が私には分かるんです。で入ってきた時はもうすっごいしんどくなって、寝込むぐらいになるので、で体が弱かったっていうのもあるかもしれないけど、それを払うっていうかな、のけるために私はずっと教えてくれてた人がいたので、その人に教わってずっと布教をあげたいとか、般若心経をあげたいよとか観音経をあげたいよとか、いろいろ言われてやってたわけです。お経を100枚かけって言われて毎日書いてたこともありますし、で、もうお経が頭の中にも暗記されてて、もう見なくても読めるようにずっとなってたんですけど、それを十何年もやってて、でそれで、すっきりしてたんです。だから自分のつきものがのけれるっていうのかな。でよっぽどの時は、今はこう思ってるんですけど、その白魔術師っていうのかな、外国でいう黒魔術とか白魔術師とかいうのがあって、その人に無料で頼んで、よっぽどの時はもう LINE で助けてくださいって言って、そしたらその人は私と会わなくても分かってくれて、で遠隔で私についてるつきものをのけてくれる人だったので、すごい信頼してて、でお金も取らないしっていうので、人に頼まなくても自分でのけれるようになるよって言われたので、その人に教わって、たまにですけどね、 LINE とかで電話とかでやり取りをして教えてもらいながら、ずっと自分でついてるつきものを払ってたんですよね。でそれが身についてて、で、そういう経緯があって、どっぷり本当にその時は、私はちょっと霊感があるので、見えたりするもの、観音様が毎日見えたりとか、いいように見せられてたんですよね。でそれが本当の私にとっての神様だっていうふうに信じてて、今となったらとんでもないことしてたなと思って、それは悪霊、そういう悪霊たちが私にそういうものを見せてたんだなっていうのは今となった思ってるんですけど、大変なことしてたなっていう、それに気がついたのが去年の8月ぐらいですよね。でもこれは私毎日毎日お経をあげて、十何年以上お経をあげて真言をあげて、でお祈りも今で言う、今はその時お祈りとは思ってなかったですけど、拝んでるって言ってた、思ってたんですけど、お祈りも入れて、や毎日毎日やって、もう欠かさず体調悪くてもやってたので、でその時に観音様も見えるけど、なんか光、神様っていう言葉も入れてたんですよね。神様って全部口に出して、一人の部屋でやってたので恥ずかしくないんで、神様っていう言葉も入れて、自分の願いだけじゃなくって、この世の中のこととか人のこととかも願うっていうことも言ってたんで、そっちがもしかしたら勝ってたかもしれないんです。だから本当に悪魔っていうかな、サタンっていうかな、悪霊に持っていかれなかったっていう、何回も持って命取られかけたことあるんですけど、
私は若い時からだから思ったのは、自分の罪のせいで体調が悪くなってたんだなっていうことに気がついたんです。やっぱりイエス様を恐、イエス様、神様が言うこと、聖書にも書いてる通り、恐れなさいって書いてるのそのまんまだなと思って、で、今の日本の人たちって、聖書全然知らないと思うんです。ほとんどの人が、私も知らなかったんですよね、つい最近まで、その去年の8月までヨガとか神社仏閣は赤マス入って思って調べ出して、わーって思って、わーこれやと思って、すぐその足で聖書買いに行って、でちょっと読んで、でヨガのことも調べて、ヨガもすごいなと思って、もうインド系とかそんな全部もうね、仏教、密教、ヒンズー教、神道、もうありとあらゆるものですよね。日本であるいろんな創価学会とかもあんま言ったらいけないのかな、そういうモルモンとかいっぱいありますけど、全部それは聖書の、聖書をもとに聖書のいいとことかを取ってしている宗教団体って私は思ってて、聖書は宗教じゃないので、なんていうの、世界のベストセラーっていうのもあるし、世界の歴史書、永遠のベストセラーですよねっていうことが分かったんですよね。だからもう本当に一人でも多くの日本人が、日本人には限らないけど、日本人読んでない人多いんで、聖書を読んでほしいです。日本人祈るっていうことを知らないと思うので、私もずっと知らなかった。でも私はずっとその前、イエス様に会うまでずっと拝んでたんです。でそれが功を成してというか、悪魔とその時は交信してたけども、イエス様に導かれたんですよね。そこじゃないよって、あなたが毎日熱心に拝んでるのはそこじゃないよ、こっちだよってずっと多分教えてくれてたのに、ずっと十何年気づかなかったんですよね。でその前からそういう罪のせいで私は体調が悪くって、ただ寝込んでる時が多かったので、いろいろ教えてもらった人はその時は感謝してましたけど、今となったらその人にも最近ね、ちょっと LINE で言ったけども、分かってもらえなかったです。ちょっと怖かったですけど、その人すごい力あるので、悪魔とすごい交信してる人だから、離れててもその人がどういう状況にあって、どういうふうに思ってるかとか、どういうつきもんがついてるかとか全部分かる人だったから、怖かったけど、今度ほんまに命取られるからとかちょっと思いましたけど、 お祈りしてから、イエス様にお祈りしてから、ちゃんと伝道できますようにって、守ってくださいって言って、それから LINE で伝えたんですけども、すごい答えが返ってきたので、教会ね今行ってるんですって、毎日勉強させてもらい、毎日行った時に勉強させてもらいますっていうのも伝えたんですよね。そしたら教会の言ってることは 100% 信じないようにとか、自分で判断しなさいとか、なんか教会を悪いように言ったんですよね。だからあかんわと思って、ある程度それまでにも動画とかいろいろその人に送ってたので、もうある程度言ってるから、もうここで私はもうこの人との縁は切ろうと思って、もう何も全部ブロックして、あとは神様に委ねますって、ここの教会で教えてもらったように神様に委ねますってお祈りして、もう終わりにしたんですけど、いけないことだと思うんですけど、瞑想するっていうのは、黙想じゃなくてずっと私は瞑想してたからで繋がってたんですよね、サタン、アグレート、それいけないことだけども気がついたんですよね、一歩手前で、それもこんな時期に、もう私はもう終わりきてるって、いろんなこと調べて、世界がどうなってるか、どん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 悪くなっているし、どん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 近づいてるなっていうのが分かったので、でこんな、なんていうかな、終わりの時期に来てると思うから、こんな時に私本当駆け込みで入れて本当に感謝してるんです。今まで本当散々なことしてきた私をイエス様は私のことを見捨てることなく、ずっとこっちおいでこっちおいでって言ってくれてたんかなと思って、救ってくださって、
本当に感謝しています。だから本当私は恵まれてると思います。年いったら行くほど多分信じないと思います。よっぽど周りが言わないと、で導いてあげない、周りも導いてあげないと信じないと思うので、サタンってすごいなと思います。ちょっとした自分の隙にスッと入ってこられるんで、悪霊とかなので、聖書にある通り、その武具身につけとかないと、すでに毎日ですよね。クエスチャン特に毎日戦いだと思います。クエスチャンじゃなくてもいっぱいいますよね。なんか精神病んでる人とか、病気ただ風邪ひいたりとか、その熱っぽいとか、悪霊の仕業もあると思うんですよ。私今までそうだったんで、ずっと微熱が続いたりとか、フラフラしたりとか、そういう時にその白魔術の人に頼んだらすぐ抜けてくれて、で元気になるんですよね。だからサタンっていうか悪霊も癒すことができるっていうのは、私はもう自分の体で体験してきたんです。癒しもできるし、願いも考えてくれるんですよね。でもその代償としてサタンは命を取ると思うんです。私何回か命取りかけられたので、そういういろんなことを経験して、自分の体で経験してきたからこそ分かってほしいんですよね。この世の神はサタンっていうのだから、この世は誘惑だらけ、もういろんなことがありとあらゆる、テレビも何でもそうだけど、ありとあらゆることが誘惑だらけ、テレビは洗脳装置って言われるぐらい、分かってる人は分かってると思うんですけどね。神社仏閣とかパワースポットとか、いつぐらいかな、もうだいぶ前からテレビでなんかいろんなことやってきたじゃないですか。神社いいよ、パワースポット行ったらいいよ、ここ行ったら地場スポットだよとか、そういうのも私は前は信じてたけど違うと思って、もうそこを気づいてほしいんですよね。もう本当に取られるよって、永遠の命をみんなもらってほしいから、永遠の死じゃなくって、永遠の命の書っていうのに名前をみんな書いてもらいたいです。今の日本の方々に、で導かれたらいいなと思っています。もうなんか言いたいことがいっぱいあるんですけど、何を言っていいか分かんなくなってきて、私はそれで洗礼式も受けたんで、これからはイエス様の方にまっすぐ、もうそれないで、道それないで、まっすぐイエス様の横に隣に座れるまで正しく信仰して歩んでいきたいなと思っています。これは賛否論もあると思うんですけど、10回を私は守って生きたいと、あと残りの人生も守って生きていきたいと思っています。で本当に一人でも多くの日本人が救われますように、それは私の願いです。で、私今年はちょっと伝道も、聖書まだ全部読めてないので、読んで伝道もしていきたいと思っています。本当に救われてほしいです。はい、ありがとうございます。全然あかんわ、どうしよう。